物議ベースシェーディング。物議ベースシェーディング、フィジカリー、ベースとシェーディング、PBS とは、物理法則をベースとしたシェーディングのことであり、物議ベースレンダリング、PBR において使われている。PBS シェーディングモデルとしては、メタルネス、金属差ワークフローで有名なディズニー原則、BRDF が代表的だが、それを拡張したディズニー BSDF もある。 これらをベースとしたシェーダーは PBR シェーダーとも呼ばれている。物議ベースシェーディングは、写実的レンダリングだけでなく、非写実的レンダリング、NPR にも使われている。2003年、三菱電機の研究拠点の一つ、三菱エレクトリックリサーチラボラトリーズ、マールは、幅広いマテリアルの測定を行って、データベース化したマール b r d f データベースを発表した。 その後、ウォルトディズニーアニメーションスタジオは BRDF エクスプローラーを開発し、そのツールともある BRDF データベースのデータを用いて新たなシェーディングモデルの開発を行い、2012年、シーデグラフ2012コースのフィジカリー、ベースとシェーディングアット、ディズニーの中でディズニー、プリンジュプルド BRDF、ディズニー原則、BRDF を発表した。 2015年、ディズニーはディズニー BRDF に、表面反射、BSDF、反射透過とより、正確な表面加算段を統合したディズニー BSDF を発表した。物議ベースレンダリングにおいては、基本的にエネルギー保存の法則を守る必要がある。PBS のシェーダーモデルは、パラメータを変更してもエネルギーが保存されるようになっている。なお、 光の相反性については、透過を実装するために使われる BTDF に相反性がないとされる。マイクルファセット微細表面理論導入前のシェーディングモデルは、経験則に頼っていた。特に GPU による固定パイプラインにおいて、拡散反射は完全拡散反射を前提とするランバート反射モルのみであり、表面反射は経験則の,のみであった。 マイクロファセット理論導入後、シェーディングモデルは、表面の粗さに対応する拡散反射モデル、オーレンネイヤー反射モデル等と、表面の粗さに対応する鏡面反射モデル、クック、トランスモデル、ベックマン分布関数ベース、マルテルモデル、GGX 分布関数ベース等の構成となった。しかし、拡散反射のオーレンネイヤー反射モデルが、フレネル反射に未対応であたり、 拡散反射のオーレンネイヤー反射モデルと、鏡面反射の反射モデルで、ラフネス相当のパラメータの範囲が異なっていたりなど、問題が多かった。2012年、ディズニー原則、BRDF が登場し、独自の拡散反射モデル、デズニーディフューズ BRDF と、GTR 分布関数、GGX 分布関数を拡張したものベースの、鏡面反射モデルの合成により、 両反射モデルのラフネスパラメータが統合された。また、メタルネス、金属差が導入され、光の透過や、表面化散乱、含む拡散反射の、ほぼ起きない、胴体、金属と、金属光沢、鏡面反射色のある強い鏡面反射の起きない、有電体、非金属が別扱いされるようになった。また、影響の大きな色である胴体の鏡面反射色、 および有電体の拡散反射色が基本色、ベースカラーとして同一に扱われるようになった。なお、従来の鏡面反射モデルは単一散乱のみしか考慮されておらず、2016年に多重散乱、マルティスキャターを考慮する鏡面反射モデルが登場し、2017年に多重散乱の高速な近似が登場している。レートレーシング導入前の10日には、 二次元的なアルファブレンドが用いられていた。レートレーシング導入後、屈折の再現が可能となり、その後、ベールの法則の導入により、半透明における、より正しい体積吸収、ボリュームアブソープションの再現が可能となった。薄いサーフィスにおいては、表面化算乱による拡散透過が導入されたほか、屈折にもマイクロファセット理論が導入され、洗い、 ラフネスの高い表面により拡散された、拡散透過お及び鏡面等の再現が可能となった。ディズニー原則 BRDF には、ベースカラー、アルベドーメタルネス、金属度、ラフネス、粗さ、スペキュラレベル、鏡面反射量だけでなく、表面下、サブサーフィスや違法性、アニソトロピックややクリア塗装、クリアコートも含まれている。しかし、 物理ベースシェーディングの実装によっては、それらのいくつかが省略されているものもある。ディズニーの元資料のディズニー原則 BRDF にあるパラメータは以下となっている。ディズニー社会社のピクサーがレンダーモンのピンクサーディズニーシェーダーで実装していた拡張パラメータには以下がある。ディズニーのディズニー BSDF の資料にある拡張パラメータには以下がある。なお、 フラットメス、平坦さについては、上記のサブサーフィスの項を参照。スキンシェーダーとは、肌の皮膜、表皮、メラニン層、神秘、ヘモグロビン層、皮下組織の各層の反射、散乱に対応するシェーダーのことであり、一部のレンダラーが標準で、これに対応していい。現在は別の方式に置き換えられている。ヘアシェーダーの鏡面反射では、 1989年に登場したカジヤ系モデルで違法性反射が導入され、2003年に登場したマーシュナー反射モデルで縦方向と方位角の反射が分離され、その後、2011年の D ・エオンエアルの論文でマーシュナー反射モデルが改良されてエネルギー保存の法則を満たすようになった。ヘアシェーダーの拡散反射では、 マーシュナーベースの反射モデルに近接上の問題があり、1989年に登場したカジヤ K モデルの拡散反射が長らく使われていた。2007年に近接上産卵モデルの人家モデルが登場した。2016年、ウォルト・ディズニー・アニメ・ストディオスは、鏡面反射の D ・エオンモデルと拡散反射の人家モデルをベースに改良した。 チャチョンエアルの論文を公表した。また、ファーム系のシェーダーモデルも開発された。動物の毛は人毛と異なりメデュラ、毛髄質が目立つため、それを考慮したヤンエアルの論文が2015年に登場し、2017年にはそれを高速化するためのファーモデルが登場した。物理ベースより前のマーシュナー鏡面反射モデルでは一時鏡面反射。 プライマリースペキュラー R、反射、二次鏡面反射、接近デリースペキュラー TRT、10日から反射から10日、10日鏡面反射、トランスミットスペキュラー TT、10日から10日のそれぞれに反射色や、鏡面反射の角度シフトを指定していた。また、これらとは別に拡散反射色を指定することもあった。物理ベースの後は反射パスを分けずに、 髪色及び角度シフトの指定を単一で行うようになった。また、髪色は基本色だけでなく、メラニン色素ベースの指定も可能となった。D.EO にアル2014の論文では、メラニン色素と RGB 吸収係数との関係に以下を提示している定数は、それぞれの吸収断面積を表す。当初、軌道のみの解析的なスカイモデルとして、 1993年にペレススカイモデルが登場し、1994年にそれを少し変更した CIE スカイモデルが登場した。しかし、これらのモデルはパラメータが多く使いがたい上、軌道のみにしか対応していないため、色がなくレンダリングには適さないものであった。色のあるものとしては、シミュレーション的なスカイモデルが登場した。 1993年に大気の産卵をベースとする西田スカイモデル1993年版が登場したものの単一産卵のみの考慮となっていた。その後、1996年に大気の多重産卵を考慮する西田スカイモデル1996年版が登場した。1999年色に対応する解析的なスカイモデルとして、 プリートムスカイモデルが登場し、レンダリングに広く使われるようになった。このプリートムスカイモデルは、ペレスの解析的なスカイモデルをベースに、ニシ田のシミュレーション的なスカイモデルの生成結果を当てはめた上でパラメータを単純化したものであり、色に対応しながらも使いやすいものとなっていた。2012年、プリートムスカイモデルをベースとして、光の全スペクトルを考慮するようにした宝石。 ウィルキー・スカイモデルが登場した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。